こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、とんかつうまい、チキンカツうまい、牛カツお前もうカツ降りろ。値段はとんかつより高いのに食べると、あ、うんって微妙な感じになるんじゃ。硬いんだよ。柔らかい牛カツを食べたことないんだな。おじさんが縛ってくるが、そういう肉はステーキにした方がうまいんだよ。見た目は一番うまそうなんだけどね。だが見た目に騙されて本質を見失ってはいけない。世の牛カツ民よ、私を論破してみせろ。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。金志法、新卒女性医師苦言を呈される。問題の本質はどこにあるのか。全日本病院協会は元厚生労働省所管の公益社団法人です。病院の資質の向上及びその発展と病院としての使命の遂行等を図り、社会における福祉の増進に寄与することを目的としています。そんな全日病の2021年度版病院の在り方に関する報告書の記述が物議を醸しています。医師の受給、近年医師は毎年約9400名誕生しているが、2018年4月医師受給分科会では2028年頃医師総数が約35万人となり、受給のバランスが取れるため入学定数削減を打ち出し、現在もその推計のもとに議論が進められている。勝ったな、風呂入ってくる。しかしながら医師の受給均衡は現場の感覚とは乖離している。最近では新卒医師の約 30-35% を女性が占めている。現在勤務環境が十分整備されていないことを考慮する必要はあるが、女性医師は当直業務への関与が少ない、地方勤務者が少ない、選択診療科の偏重もあり、現状では医師不足解消への寄与度は低い。つまりどういうことだってばよ。女性新卒医師は戦力にならない。女性医師に失望しました。楽天モバイル解約します。米倉涼子に流れ玉食らわすな、もう許して差し上げろ。昨今日本では高齢化による需要拡大で医師不足となっています。全日病はこの状況について新卒女性医師の貢献度の低さを指摘したわけですね。新卒女性医師ってさ、君たちみたいのがいるから私たち女性全体が社会で怠け者扱いされるんだよ。おっと、ニートが特大ブーメラン投げたぞ。現状女性医師の割合は増加傾向にあります。そしてそれと医師不足の関係についてもう少し詳しく解説してみましょう。女性医師増加に伴う課題、その1、診療科の偏在。医師は初めに診療科目を自由に選択できます。内科、外科、整形外科、麻酔科、放射線科、精神科、その他もろもろ。そして特に女性医師が多い診療科は皮膚科。平成30年、医師、歯科医師、薬剤師統計の概況によりますと、総人数3805人いる皮膚科医のうち、女性は 54.8% を占めています。医師全体としては女性の方が少ないのに、皮膚科界では女性の方が多いというのは、それだけ女性に人気があるということなのでしょう。スキンケアとかが身近だからやるな。他にも、眼科、小児科、産婦人科は女性比率が多い診療科とされています。一方、外科 8% 弱。整形外科、脳神経外科約 5% は女性医師の比率が非常に少ないのです。つまり女性医師が増えれば増えるほど外科などの医師の絶対数が減少するわけです。小学校で例えると窓の開閉をする窓係に集中して体育係のやり手がいないといったところでしょうか。あかりちゃん係は初め幸子ちゃん担当だったが、いつの間にか当番制になってました。幸子ちゃんの親が先生に言ったんだろうな。全日病は診療科自由選択の再検討を求めています。課題その2、女性医師は働く時間が少ない。こちらは病院常勤勤務医の週あたりの勤務時間です。平成29年。どの年代も男性医師の方が働いてるね。女性は女性なりの理由があるのでしょうが、女性医師が増えると医師全体のマンパワーが減少してしまうのです。もっと働け、馬車馬のように働け。毎月勤労統計調査令和4年分結果確報によると、2022年の正社員含むフルタイム労働者の1日の平均実働時間は約 8.4 時間。週換算だと42時間ですから、男性医師と比べると少ないように見える女性医師もかなり激務と言えます。甘えるな。私は24時間365日自宅を守ってるんだぞ。そうですか。課題その3、やる気の問題。東京医科大学が医学科の一般入試で初試受験者の点数を一律減点し合格者数を調整したとされる問題がありました。このことについて日本最大級の医療従事者専用サイト M3 が自由回答で現役医師に意見を募集。
現役男性医師は女性医師に対して思うことがあるとのコメントが多数寄せられました。男性医師は医局時代に女性医師の尻拭いを少なからず経験しているはず。特に人事面で被害者ぶった論調ばかりだが、女性医師は扱いづらくすぐに辞めたがる人が多いことは事実。女性を減らすことには大賛成だが、そのためには入試での数学の比重を上げるだけでよい。男女関係なく夜勤、当直などをこなし、ちょいもいっぱい働けば医療水準は維持できるし、それがきつくて嫌なら医師にならなければよいのではないか。地域医療を維持するのは難しいと思うけど、特に離島はジョイは行きたがらない。といった女性医師のやる気について疑問の声が多く上がりました。女性医師さん、当チャンネルの投稿者を見習いな。現役 JD カッコピチピチやるながらもやる気てんこ盛りで動画作ってるよ。その結果生まれたのがこのモンスターか。ネット民の反応は、エセフェニミストが言う男女平等の結果が女尊男卑やからこうなるわな。現場を考えず入り口を平等にした結果がこれ。男女平等に負担してくれ。といった声や、ブラック企業真っ青な男性医師が異常なだけであって、医師数の拡大をしないと根本解決には至らないんじゃないかな。男性医師であればアホほど働かせていい文化ができちゃってるだけ。そもそも医師の勤務体系がひどすぎる、男性は無理させられるから増やす方がいいというのは暴論。等の声もありました。個人的にはこれは女が男がとかの問題ではなく、環境制度の問題だと思います。そりゃ自分で診療科選べるなら楽な方を選びますよ。離島で働きたくないですよ。だからこそ全日病の言う通り、診療科自由選択制のあり方を、制度自体を変える必要があると思います。そしてネット民からは女性医師に対する辛辣な声が多くありましたが、もっと目を向けるべきは頑張ってる男性医師、もちろん女性医師もです。ほんと感謝しかありません。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期最近の医者のレベル下がってないか？電磁波に対するアルミホイルの有効性について意見を交わしても、あいつら聞く耳持たないわ。サンキューお医者さん。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きまして、ボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。ほがらほう、父からの手紙届く。包茎医師さんは包茎治療専門医です。そんな彼のポスト、そして一枚のシワクチャに塗った手紙が話題です。父は数年前に亡くなった。好きに酒を飲み、タバコを吸い、ギャンブルをして自分勝手に生きた人だった。今回実家の引っ越しの手伝いをしていた時、ふと私が幼少期に作った不格好な粘土細工が目に留まった。まだ小学校低学年、夏休みの宿題に父と一緒に作ったものだ。この中には宝の地図が入っているから、俺が死んで困ったことがあったら開けてみな。父が笑顔で言ったセリフが思い出された。その粘土細工を割ってみると、中にあったのは父からの手紙でした。君が生まれてきて嬉しいです。あなたのような子に恵まれて私は過保者です。人生を大切にしてください。美しいものを探す旅になると父さんは嬉しいのですが、私はいつもあなたと一緒にいます。父より、1995年8月30日。父なりの不格好な優しさに触れたポスト主さんは思わず涙が。ポスト主さんは、あなたの子供は元気にやってるよ、あなたの孫はきっとすごいやつになるよ、そう伝えてあげたいと思った、と亡き父に感謝を述べ、自分も子供たちに同じことをしてやろうと語りました。ネット民の反応は、この手紙は一生の宝物ですね。深い愛情が感じられます。きっとずっとそばで見守っていてくれていると思います。素敵なお父様、美しいお手紙ですね。子供を思う親の愛情の深さを感じます。親を大切にしなくてはと思いました。朝から泣きました。良いお父さん、素敵なお話ですね。私もこんな風に子供に愛を伝えるようになりたいです、など父さんが残した熱い思いに感動していました。それではあかりさん、一言どうぞ。日本男性の8割が包茎って言うけど多分嘘だよ。銭湯行くとせいぜい3割ってことが分かる。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。医師不足とかけまして、服の在庫を持ちすぎたと解きます。その心は、どちらも医療課題です。ご視聴ありがとうございました。